孫権たちは地位をもって孫権軍を撃破した。息子の覚悟を見た孫権は仲間になることを快諾。反乱軍の陣容はさらに厚みを増す。ここに至り危機感を募らせた織田軍はついに本隊を動かす。大将は信長の側近明智光秀である。織田軍は反乱軍の主力が集まる地へ殺到した。彼らの目的はただ一つ、神秘の腕輪。異界の激戦は佳境を迎えつつあった。敵には芝士殿、芝将殿がいるとか。あれ、もしかして親子で戦うんですか。ほう、面白い。やつらもいつの間にかこの世界に来ていたか。どこまで成長したか私が確かめてやろう。旦那様、あまりはしゃぎすぎませんよ。でもそうね、あの子たちがどこまでやれるかとても楽しみだわ。わらわもまた父上と戦うことになるのかの。じゃが引くわけにはいかぬ。家族関係にもいろいろあるのだな。明るく挑む者もいれば覚悟を決めて戦う者もいる。家族といっても形はそれぞれですから。ペルセウス殿にはご家族はいらっしゃるのですか。父ゼウスとはほとんど会ったことがない。家族と呼べるのは母ぐらいだ。異母兄弟というならゼウスの子である神々、アテナやアレスといった者らもいるが、家族と感じたことはないな。だから君たちを見ていると時々眩しいよ。家族とはこんなに温かいものなのかな。ペルセウスさん、すまない、感傷に浸ってしまったな。織田軍から何としても君を守り抜こう。織田軍の狙いは直虎殿の腕輪。何としても直虎殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。我がコーとさせてもらう。さあ、違いだった。よくできたのね。私も誇らしいわ。さあ、腕輪をよこせ。我らにはあの力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうか、ならば翔、元気、腕輪の持ち主を狙え。はいはい、ここでも俺は兄上に武器使われるか。師匠殿、言葉を慎んで。まったく、こんな状況でも相変わらずね。敵も意外とやるな。
一度引き万全の状態に戻すとしよう。翔、この異界でも相変わらずのようだな。少年を叩き直してやろう。父上、元気、ここは任せた。俺は腕輪を取ってくる。ちょっと師匠だな。逃げ足の速い。相手も兄弟のようだ。気が抜けるな。兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいな。敵ながらいい連携だ。肝心の私にはわからない。兄弟とはそういうものか。腕輪を素直に渡してくれるか。面倒。手荒なことはしたくない。すみません。嫌です。皆さんのためにも渡すことはできません。敵が直虎殿の近くに。急いで守らないと。私も誇らしいわ。戦ってみたいな。さあ、早く腕輪の力を使いなよ。僕を止めないとみんな壊れちゃうよ。誰だ。あまりにも強すぎる。私のせいで味方がひどいのに。すごいですけど、腕輪の力で追い払わなきゃ。ナウトラ殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠です。やっぱりそうですよね。でも皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。ナオトラ殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間のためなら強敵にも挑む。ただの無謀か、それとも。すまない、及ばなかった。やるの、褒めて取らすのじゃ。ここまでか。共に任務を達成せん。俺は引かせてもらうぞ。あなた、腕輪を持つ人って君。はい、私がお相手します。だから
僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。皆さんは他の仲間の援護をお願いします。ナオトラ殿、承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。懲りない子たち、今度は母自ら相手をしてあげようかしら。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。シゲ、お前の底力、この私に見せてみろ。いいでしょう、父上。あなたに挑める機会など滅多にない。元気だな。バカ息子がまた迷惑をかけているようね。手をつかむ。不満があるなら、私にぶつけていいの？残念だけど、ここまでないの。物分かりのいい子は好きよ。思い通りになってくれて嬉しいわ。ラン、遠兵として参上いたしました。気合だ。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。私ごときがすみません。師匠、相変わらず締まりのない顔ね。やればできるところを見せなさい。げ、母上、めんどくさいことになったね。ああ、もう降参降参。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。わらわの父上に挑みたい。なんとしても真意を聞かせてもらうのじゃ。ダメです。あなたは下がっていなさい。ここが地獄よ。来たかったんでしょ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。あなたこそ天下無双の強者です。さあ本気できなさい、シゲ。私を失望させないことね。刃を抜けること、今はお許しください。もはやこれまで。引かせていただきます。蹴散らしてくる。潮時か。降伏するとしよう。みな降伏してしまいましたか。こうなったら私が出るしかありませんね。地平を見るため、あなたを斬る。共に任務を達成せん。
私が負けただと。力及ばずですか。信長様、申し訳ありません。織田軍は何とか撃退できました。ですが直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思う、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。織田軍はこの世界に迷い込んで困ってた俺たちを保護してくれたんです。私たちは恩を返すため光秀殿に協力していました。この戦いで織田軍への義理は果たせたでしょう。そのまさか父上と母上が敵にいるとは思わず。いいのよ、恩義があったのなら仕方ないわ。それにしてももう少し頑張ってくれると思ったけれど。まだ私には及ばぬようだな。もっと研鑽を積み父を超えてみせよ。はっ。そういえばあの妙な少年は誰なんだ。あの力、容姿、人間とは思えないが。ごめんなさい、私たちもよくは知らないの。出発直前急に現れたから。信長様を追い詰めてと言っていた気がします。信長様の仲間なのにどうしてそんなことを。ますます謎は深まるばかりですね。芝資源、天下の頂点を目指すぞ。芝市場ってんだ。ま、適当にやるわ。戦の真実を見抜く、それが私の役目。守備は上々よ。教えてやろうか、他の腕輪のありかを。おお、ついに見つかったのですか。小太郎殿、ずっと探してくださってましたもんね。腕輪が必要ならついてくるがいい。宝に群がる敵もいるがな。どんなに厳しい戦いになろうと諦めるわけにはいかぬ。信長の真意を暴くためにも、ゼウスから世界を守るためにも、必ずや腕輪を確保しなければ。この関雲長、真の三国無双なり。真の三国無双とは、この延飛と張飛の。この関雲長、真の、これでよかろう。関雲長が義の刃、
やったじゃねえか。縁飛と張飛の出番だぜ。